拝啓当のリリカ様、毎日元気に子供たちと向き合っていますか？保育士になって3ヶ月、新しい職場には慣れましたか？アルバイトをしながら一生懸命通信教育で勉強して、やっと掴んだ保育士の仕事です。思う存分楽しんで働いてください。僕は今日もロープウェイの山頂駅で働いています。お客さんに事故が起きないように見張っている。ありがとうございました。ライ麦畑で捕まえての主人公ホールデンのように。山頂駅からの函館市街の眺めは本当に素晴らしい。求人のスカートのように広がった札の上に整然と並ぶ家並みは、まるでおもちゃの街のようで可愛らしい。僕はいつもここから君がいる東京の方を見ては祈っています。君が今日も元気でいてほしいと。長澤元次郎。ラブレター？違う、そうなんじゃない。じゃあ何？文通。文通？今時古くさ、メールじゃダメなの？手紙がいい。どうして？手触りとか匂い、それに文字のぬくもり。めんどくさいじゃん。そんなめんどくさいどこがいいんでしょう？なんで？だって手間がかかればかかるほど私たちにとつながってるような気がするから。やっぱり恋人じゃない。違うって。カズちゃんが泣いてる。遠野さん、何ぼーっとしてんの？すみません。あなた、自分が孤児で愛情を傾けられたことがないからってちょっと子供たちに冷たいんじゃない？ごめん、ちょっと早く着いちゃったからさ。カズちゃん、今日はとっても元気でした。あ、そう。寝顔があなたにそっくり。まつげの感じとか唇の形とか。そりゃ親子だからね。こうか。先生、昼間働いてる時とは別人みたいになるね。ですか？その抱き合ってるんじゃなくてさ、なんていうか溺れそうになってる人を助けてるみたいだったよ。おい、やめだ。おい、やめろ、やめろ。先生、大丈夫？大丈夫です。先生っていうのはやめてください。それよりカズちゃんのお父さん、明日の夏祭り会にはいらっしゃいますか？カズちゃんのお父さんっていうのもやめてよ。でしょ。おわー、行こ。行くけど、かみさんには絶対バレないように頼む。あいつあれで結構鋭いんだ。分かってます。木場さんの幸福を壊したりしない。幸福かな。
あ、カズちゃんのパパとママだ。カズ、金魚釣れた？釣れたよ。おお、よかったな。パパも金魚釣っていいよ。そうか。どうぞ。どうぞ、これを使ってください。一緒やな。パパがかっこいいの見せるぞ。どうだ、よしよし。これは金魚釣った。おい、もう何やってんの。おかしいな。コーラやだ、キョンちゃん。金魚は手で作っちゃダメ。キョンちゃん、はい、キョンちゃん、あ、キョンちゃんのお母さん。何してんの？キョンちゃん、手で金魚を救おうとして。分かってるわよ、そんなこと。どうしてあなたがそばにいながらこんなに濡れてるのかって聞いてるんでしょ。ごめんね、キョンちゃん。風邪ひいちゃうじゃない。すいません。大丈夫だよ、これぐらい。なあ、キョン、子供は風の子だもんな。キョン、盆踊り踊るか。ちゃんのお父さんって有名な脚本家だし、お母さんもタレントの派遣会社経営してるじゃない。おしゃれよね。私の場所よ。あの、私がいつも歌ってる場所なんですけど、どいてもらえませんか。道はみんなのものだろ。でも昔からここ私の定位置なのよ。東京は広いんだから、よそで歌えよ。そこで下手な歌を歌われると客がここを下げて通るんだよ。砂漠の街で。さっきの歌ってお前のオリジナル？うん。だったら何？よいしょ。パクらないでね。パクんねえよ。パクらないけど、いい歌だなと思ってな。なんてタイトル？ズ。ズ？動物園か。ああ、ここは確かに動物園だな。
愛をください、あおうおう愛をか、いいな。あ、ごめんごめん、なんかな、愛をくださいなんて言われたことないから。あんたに言ったわけじゃないよ。そっか。あのね、俺月水中也、明日もここで待ってる。お願いだから明日はどっかよそへ行ってよ。ちょっと待て、冷たいこと言うなよ。明日もここで。待ってるからな。されちゃう、都庁へ逃げるの、教育委員会に助けを求める。ここでのめちゃくちゃを訴えなきゃ。園長の体罰がどんなにひどいか訴えなきゃ。私は反対。なんで？私たちはそれで助かるかもしれない。でもあの子たちはどうするの？でも仕方がないのよ、誰かが何かをしなきゃ。よし、じゃあ行こう。やっぱダメ、私は行けない。私はあの子たちをここで守る。二人で行って成功になる。くれたの？いえ、そういうわけじゃないんですけど、なんとなく足が向いてしまって。そりゃそうよね、だってここはあなたの家のようなものだったんだから。お茶でも飲んでいく？いや、それはちょっと。へへ、いいか、脱走したってお前らの行く場所はない。こうして体罰が増えるだけだ。大丈夫、今日は園長いないから。それにね、園長最近少し丸くなったのよ。久しぶりね。ご無沙汰しちゃってすみません。いいのよ、頼りがないのは良い知らせ。大丈夫です、大丈夫です。 ありがとう。仕事の方はどう？はい、順調です。北沢の保育園でしたよね。辛いことはない？いいえ、みんな優しい人ばかりですから。あ、そう。あなたが頑張ってくれたらまたここの子を雇ってもらえるかもしれないしね。はい、頑張ります。歌の方はどう？たまに働き出したから前ほど時間はなくなってしまって。まだガードの下とかで弾き語りしてんの？園児の親とかに会っちゃうと何言われるかわからないから、こっそり遅い時間にやってます。まあ、歌が一番の友達だってあなたいつも言ってたもんね。歌は裏切らないし、私は見放さないから。お父さんのことだけど、残念だけどまだいい知らせはないの。
でもきっといつか見つかると思う。いいんです、どうせ私を捨てていった人なんだから。今更会ってもでもまだ死にたくなる？いいえ。あなたを救ってくれた人とはまだ文通続いているの？はい。たまたま通りかかっただけだよ。いつか死んでやる。助けがいのないやつだね。で、なんで死にたいわけ？いいでしょ、説明したくない。いや別に説明しなくてもいいけどさ、一応助けたんだからわけ知りたいじゃない。親がいないの。だから欲しいものが手に入らない。大学も諦めた。差別も虐待も受けてきた。みんなの幸福が羨ましい。どう？死ぬに値するでしょ。でも生きてる。ちゃんと君は今生きてるじゃないか。健康な肉体を持って世界に存在してる。それだけでも感謝しなくちゃ。名前は？長沢元次郎。学生？会社員？詩人。え？詩人？夜更かしの好きなフクロウ。本当の気持ち隠している。そう、カメレオン。朝寝坊の鶏、徹夜明けの赤目のウサギ、失恋しても片足で踏ん張るフラミンゴ、ほらご覧、吠えてばかりいる素直な君を、愛をください、愛を。
いい詩だな。変な詩。あげるよ。これは君の詩だ。変な詩。いらないこんなの。いや遠慮するなって。苦しくなったらこの詩を口ずさめ。やだよ。愛をくださいなんて言えない。本当の気持ちか。俺と文通しよう。え？文通？死にたくなったら俺に手紙を出す。誰にも言えない本当の気持ちを俺だけに伝えることにする。気持ちを打ち明けられる友達がいたら自殺なんて考えないもんだ。君にはそういう人がいないから安易な道を選ぼうとする。別に文通でなくてもダメだ。俺は今日函館に帰る。本職はロープウェイの運転手なんだ。ロープウェイの？休暇で遊びに来てたまたま君を救った。まあこれも何かの縁だろう。それに本当のことを言える友達っていうのは大切だからね。俺も君だけに真実を話す。真実？でも君を口説こうとか思ってるわけじゃないよ。その証拠にちょっとしたルールを作ろう。決してお互いを尋ね合わないこと。それから絶対に恋の対象にはしない。会うのもこれが最後。ちょっと待って、勝手に話をどんどん進めないでよ。俺は君と文通を通じて真実の付き合いがしたいんだ。俺は君の世界のことをもっと知ってみたい。助けた女の子はこれからどんな人生を歩んでいくのか手紙を通して知っていく。変な人。約束だよ。嫌よ文通なんか。そんな約束はしない。何よ、一人で盛り上がって正義の使者を気取ってバッカみたい。長沢元次郎様、お元気ですか？今日もまた目が覚めたら生きていました。もう昔のように自殺をしようとは思わない。死んだからって最初からやり直せるわけじゃないし、ただ見極めたいことがある。どうして不幸に生まれたのか、どうして最初から人間には不平等があるのか、どうして私だけこんなに裕福で幸福な時代に一人最初から不幸だったのかって。ただ私は知りたいんです。幸福というものが何か、幸せという甘い蜜の味を。ゆりた先生、パパに送ってきてもらったの？うん、そうだよ。パパはそう前ね、ずっといいんだよ。そうなんだ、いいな。先生もパパの車に乗ってみたいな。お願いします。はい、よし、カズちゃん、今日のお父さんは藤京子です。よろしくお願いします。お名前を呼びますでしょ？そうだ、お名前を呼びます。福ちゃんってなんてお前の名前だっけ？鎌田福子さん。はーい。
ルバイトしながら通信教育で資格取るなんて。短大とか行けてたらそのまま資格もらえたんだけど、お金もなくって行けなかったから。あ、ねえ、ちょっと聞きづらいこと聞いてもいいかな？いいけど、何？あのさ、孤児院ってどんなところ？あ、ごめん、美智子先生たちが話してたの聞いちゃったんだよね。気に障ったなら謝る。そういうとこ鈍感でさ。うんうん、別に隠すことじゃないし。今はね、孤児院とは言わないの。児童養護施設。全国に500もそういう施設があるんだ。それにね、内容は保育園とそんなに変わらないのよ。そうなんだ。うん、砂場もあったし、ブランコも滑り台もあった。ただ帰る家がない。迎えに来てくれる親もいなかった。自分で自分のことをした。誰かに頼ることもできない。甘えたくても親はいない。欲しくても贅沢は敵だった。ほら、福ちゃん、メグちゃん、もう仲良くしなきゃダメでしょ。実はキョンちゃんのお母さんからちょっとした抗議があってね。この間の夏祭りの会の後、キョンちゃんが風邪をひいたのは遠野先生の不注意からだろうって。ああ、いやでもあれで風邪をひいたとは思えません。だってこの辺がちょっと…言い訳が多い。それからね、園児のお父さんたちに色目を使ってるそうだけど、園の風紀が乱れるような振る舞いは慎んでもらいたいんだけどね。誰がそんなこと言ってるんですか？みんな知ってる。あなたがそういう女だってことは。美智子先生、園長、問題が起きてからで遅いですから。それは若くて可愛いんだから、お父さんたちに人気があっても仕方がないことだけど、ここは保育園だということをくれぐれも忘れないでね。私が見てる限りのあなたは、園児に関しても手抜きというか、なんか愛情が薄いでしょ。まあね、親のぬくもりを知らずに育ってきたんだから、親の愛情を理解しろって言っても難しいのかもしれないけど、子供たちは子供たちなりに SOS を発信してるもの。鈍感じゃ許されないのよ。欲しいもの何かある？欲しいものですか？君を喜ばせたい。そうだな。あ、じゃあね、幸せをください。奥さんやカズちゃんに負けないくらい私のことを幸せにしてくれたらそれでいい。馬さんって愛妻家だからな。こっちにも向こうにもいい顔してるんでしょうね。嘘。困らせてごめんなさい。あの、欲しいものはありません。今のままで十分。元次郎、助けてもらってから3年が経ちましたよ。いつも私を励ます温かい手紙ばかりだった。一体何通の手紙を交換したんだろう。元からの方が圧倒的に多いね。私筆不精だし気分屋だから、いつも返事が遅くなってごめん。毎日のように元から届く手紙のおかげで、なんとか持ちこたえてきました。でも
本当にあの時死ななくてよかったのかな。元次郎、リリカね、生きていると人の幸福が欲しくなる。園児のお父さんと関係を持ちました。その人があまりに幸福そうだから、私も少しそのぬくもりを分けて欲しくなったの。その人と抱き合っていると自分にもいただろう親のぬくもりを感じることができるんです。これはいけないことですか？いや、またあったな。ねえ、今日はここ譲ってよ。ダメ、ここはな、俺様の定位置になったんだよな。あ、でもな、俺と付き合ってくれたらここを譲ってやってもいいよ。なんで？なんで君と付き合わなくちゃならないの？孤独な者同士だから。顔に書いたらぞ、寂しいって。だから愛をくださいなんて歌ってんだろ。ふざけないでよ、寂しくなんかないよ。んだよ、お前そんな怒ることねえだろ。ごめん、気に障ったんなら謝る。僕たちはこの街じゃ夜更かしの好きなフクロウ、本当の気持ち隠している。そうカメレオン、朝寝坊の鶏、徹夜明けの赤目のウサギ、誰とでもうまくやれる子守りばかりさ。見てごらん、よく似ているだろう、誰かさんと。ほらごらん、吠えてばかりいる素直な君を。ほらね、そっくりな猿が僕を指さしてる。きっとどこか隅の方で僕も生きてるんだ。愛をください、ウォウォウ、愛をください、ツー、愛をください、ウォウォウ、愛をください、ツーツー。親愛なる塔のリリカ様、すぐに返事をと思ったんだけれど、僕なりにいろいろ考えてしまって返事ができず、ごめんね。君は幸福を探してるんだよね。でも幸福は人それぞれで違った形をしてるものなんだ。違った形？君には君の幸福があって、他人には他人の幸福がある。その幸福はイコール君の幸福につながるとは限らない。だから君が幸福そうな人と関係を持っても、その幸せは君には伝染しない。君はただ幸せそうな匂いを嗅いだに過ぎない。じゃあどうしたらいいの？それは僕がどうしろとおせっかいをあげるものではないだろうな。君が自分で探さなければいけないものだろう。ただ言えるのは、幸福はたくさんないんだ。人の幸福を横取りすることもできない。幸福の形とはつまり君自身の心の形でもある。ガオ、もったいないお化けだぞ。さあ逃げろ。お昼ご飯を残したのは誰だ？違うかな。違う、やだ、違う、ちょんちゃんだ。
入れ。先生呼んでくるから。くずいさん。妻後から来ます。どうですか。まあ大丈夫ですよ。軽い日射病ですから。もうしっかりしてますから、このままうちに連れて帰っても平気です。ありがとうございます。もう大丈夫だよ、キョン。お医者さんもね、うん、もう平気だって。よく頑張ったね。帰ろうね、パパと。うん、帰る。お家帰る。キョンちゃん、大丈夫？大したことはないそうだ。今そこで看護の先生に会ったんだけど、日射病なんですってね。帽子ちゃんとかぶらせて遊ばしたのかしら。どうせ遠野先生でしょ。あなた私の子供を殺すつもり？子供を育てたことのない若い人が保護をするってのが大体間違いなのよ。大きな声を出すんじゃない。キョンが驚くだろう。ママ、リリコ先生は悪くないよ。えらい子ね。人をかばう優しさがあるのね、キョンには。本当にすいませんでした。一層厳しく注意しますので。気にしないで、大したことじゃないんだからさ。みんないつもリリカをいびる。あれって女のやきもちなんじゃない？やきもち？なんの？リリカが可愛いから。それだけじゃないよ。リリカは同性に嫌われる匂いを発してる。ほら、対抗意識が強くて自己主張が強いでしょ。誤解されやすいんだよね。別に疲れようなんて思ってないし。ほら、それがいけないの。でも逆に男の人にはそれが可愛らしくけなげに映る。でもまた女がやきもちを抱く。知らないよ、そんなこと言われても。どうしようっていうの？媚び売ればいいの。ううん、そんな感じで突き抜けるしかないんじゃない？お待たせしました。とにかく私はリリカの味方だからね。美智子先生やきょんちゃんのお母さんなんかに負けないでよ。ありがとう。頑張ろうね。じゃあまた明日。うん、また。あれ、君は保育園の？下北狭いな。あの、昼間はすみませんでした。キョンちゃんの具合はどうですか？全然平気。あんな大騒ぎするようなことじゃないんだ。かえって心配かけましたね。妻は遅くにキョンを産んだもんだから、それだけ神経質になってしまうようで。私の愛情不足です、ごめんなさい。そんなことありません。お仕事の帰りですか？いや、その途中なんですよ。すぐこの近くに仕事場があって、疲れたら気分転換にフラッと飲みに出る。あの、すぐこの近くに行きつけのバーがあるんです。どうですか、昼間のお後に。でも大丈夫かな、誰かに見られたら。大丈夫大丈夫。
君がポークソーな人と関係を持ってもその幸せは君には伝染しない。君はただ幸せそうな匂いを嗅いだに過ぎない。ディナーでも一緒に。教えてもらった携帯に連絡するね。はい、待ってます。変だな。何が？いや、酔ったせいかな。遠野さんは昼と夜の顔が違って見えるんだけどな。酔ってる。そうだね。いや、失礼。追伸元次郎、私自分が怖いんです。生き残ったリリカは周りの人間を誰一人信じることができず、そして恐ろしいことに復讐の中に幸福を見始めている。復讐しか私の存在理由はないような気がします。魂が引き裂かれそう、孤独に溺れそう。だから必死で他人の幸福にしがみついてしまうんです。元次郎、助けて。僕たちはこの街じゃ夜更かしの好きな袋を本当の気持ち隠している。そうカメレオン、朝寝坊の鶏、徹夜明けの赤目のウサギ、誰とでもうまくやれる子守りばかりさ。もいらない。携帯に電話したけどどうして切ってた？すぐに解雇してください。どういう意味ですか？やめてもらうということです。家族の写真の前でして。愛をください、愛をください、愛をください。
こと言うの？なんてこと言うのよ。